修羅丸。ちょっと水木さん、あなた何を考えてるの？え、うちの猫ニャニャ丸の肉球が可愛いだけど。誰もそんなこと聞いてないのよ。今何考えてるのかって聞いたじゃん。何一人でプンプンしてるの？あのね、私は旅行のことで怒っているの。旅行？ゆうこさんに何か関係してることってあったっけ？栃木旅行よ、栃木旅行。今回水木さんが幹事なんでしょ。今日が旅行当日なのに誰も迎えに来やしない。あなた本当に仕事ができないのね。それなのに幹事なんて笑っちゃう。私が幹事をやった方がいいんじゃないの？あ、そうだわ、そうしましょう。次回からは私が幹事になるわ。なんか一人で盛り上がってるところ申し訳ないんだけどさ。何よ。栃木旅行、私優子さんは誘ってないよね。何言ってるの？私は栃木の出身なのよ。ならもうメンバーに決定ってことじゃないの？いや、どういう理屈なのか全く意味がわからないんだけど。栃木の出身なんて今知ったよ。まあ、私の出身地を知らないなんてあなた常識ないわね。どうせ仕事もできないんでしょう。てか、なんでそんなに上から目線で言われないといけないの？そんなの決まってるわ。私の方が上だからよ。え、何？いや、ごめん、なんか面白かったから。バカにしてんじゃないわよ。なんか最後にエコーかかってそうだなと思って。バシ決まったとか思ってないよね。もう、あなたって人は本当にダメね。やっぱり私がちゃんと教えてあげますから。いいわね、栃木旅行の時は私を先生と呼ぶのよ。この人、なんでこんなに偉そうなんだろう。てか先生って、頭大丈夫か？何回も言わないとわからないかな。私も誰も優子さんを旅行に誘ってないの。栃木に行きたいなら勝手に自分一人で里帰りすれば。あのね、あなた生意気よ。何様のつもりなの？いや、それそっくりそのままお返しするんだけど。なんで同じ母親同士なのにここまで言われないといけないのかね。そんなの決まってるじゃないの。あなたは下で、私が上。そんなこともわからないあなたに優しく教えてあげるっていうのに。あなたはね、ちゃんと自分の立場を考えないといけないのよ。そこのところちゃんとわかってるの？全然わかんないわ。旅行に参加したいからってダダこねてる人相手にしてるの疲れた。違うわよ。私は常識ってものを教えてあげようと。意味わかんない。じゃあね。こら、ちょっと今どこにいるのよ。ねえ。私の名前は水木、旅行好きの兼業主婦だよ。今日は旅行好きのママ友で集まって栃木旅行の予定なんだけど、なんかもう意味わからなくない？優子さん、なんでこんなに上から目線なんだろう。前からそういうところはあったけど、ここまで極端ではなかったんだよね。里帰りしたくて変なスイッチでも入ったのかな。いや、それなら好きに帰ればって話だもんね。ま、気にせず旅行を楽しもう。こうしてみんなで旅行に出発したんだけどさ、観光してホテルに到着してびっくりだよ。だって優子さんがホテルにいたんだもの。お化け？私の力を思い知ったかしら。いや、びっくりしたんだけど、なんでホテルがわかったの？他のママさんたちが話していたのを聞いてたからね。地元民を舐めないでちょうだい。すぐにわかったわ。てか、なんで泊まってるの？ホテルじゃなくて実家行けば。何言ってるのよ。私はあなたたちと旅行に来たのよ。ほら、お食事はどこなの？いや、もうみんな外で食べてきたけど。はあ？もう本当に気が利かないダメな人たちね。なんで私を誘わないのよ。来てるのも知らなかったし、知ってたとしても誘わないから。はあ？あんたどこまでもバカにして、絶対に後悔させますからね。もういい加減にしてよ。本当にめんどくせえな。もうこういう時はとっとといなくなってもらって、ゆっくり旅行を楽しむに限るよね。なんといっても今回は那須だからさ、行きたいところたくさんあるの。今日はアウトレットもちょっと行ったんだけど、明日も行きたいし、アウトレットなんて家の近場で行けばいいとも思うんだけど、違うんだよ。旅行先でのアウトレットはまた違うんだよ。ってことで、私たちはみんなで協力して行動することに。でもね、やっぱりこの優子さんはぶっ飛んでたよ。次の日、とんでもない連絡が来たんだから。おはよう、いい朝ね。早いね。あら、なんだ、起きてたのね。ズボラでダメなあなたのことだから昼過ぎまで寝てるかと思ったわ。そんなわけないでしょ。
私の宿泊費はあんたが支払いなさいよ。私の方が上なんだから。わかった。じゃあ5万円の会計はよろしくね。後ろ。え、何よ、後ろに何もないわよ。てか私が今どこにいるのかも知らないくせに。ホテルの駐車場でしょ。え、部屋の窓から見えてんだよ。会計しないで逃げるつもり？私の分は水木さんが払うからいいのよ。おーい、後ろ後ろ。だから何のことよ。って、お母さん、やめてよ。おー、聞いてる聞いてる。いや、ゆう子さんが母親を苦手にしてるって本当だったんだね。すっごい逃げてるけど、そこまで逃げるくらいならなんでわざわざ栃木まで来たのかな。バカだね。うるさいわよ。まさかここまで来るなんて。私の実家は那須じゃないのよ。近いけど。うちの母親は基本的に地元から出ないから大丈夫だと思ったのに。あ、追いつかれた。ひょえー、 LINE の返信なんかわざわざするからだよ。いや、よかったよかった。それじゃあね。私たちはまず優子さんの実家のことを知らないかと、いろいろなグループ LINE に聞いてみたんだ。そうしたら地元であるお店をやってるって言うから、お店の方に電話してみたんだよ。もう親御さんは謝罪しっぱなし。そりゃそうだよね。自分の娘が40代になってまでこんなアホな形で人様に迷惑をかけているんだもの。親御さんも大変だ。ちなみに会計だけどちゃんと払ったよ。優子さんはあまりお金を持ってきてなかったのに、ホテル内のレストランでいいものを食べてたみたい。ここは会計が全部一緒のシステムだから、私に押し付けようとしていたんだろうね。意地汚い。結局事情を知った旦那さんが優子さんの母親に送金。お母さんが代わりに払ったんだけど、本当にみっともないよね。そしてなぜか私を見下していたのかもようやくわかったよ。うちの夫は医療ソーシャルワーカーなんだけど、夫が働いてる病院に優子さん通ってたんだ。数日後。まさかあんな理由で私を見下していたとは。だって患者って言ったって客なのよ。私は客なの。私が通ってあげてるから旦那さんの給料が出てるんじゃない。つまり私の方が上なのよ。まだそんなこと言ってんの？バカだね。そういえば優子さんのお母さんと連絡先交換したんだよ。これでいつでも連絡できるね。ちょっとやめて、落ち着いて。ごめんなさい、私が悪かった。いや、悪いって分かってないみたいじゃん。あのね、私と夫はそれぞれ独立した別の人間なの。そんなこともわからないの？頭大丈夫？だって私は客だから偉いのよ。お客様は神様って言うじゃないの。それ意味が違うからね。え？もともと歌手の人が言った言葉なんだけど、お客様を喜ばせたい、それには真っ白な心でまるで神様に祈るようにしないと、そんな気持ちからの言葉らしいよ。お客様は神様だから何でもしていいって意味じゃないんだってさ。知らなかった。というか知らなかったとしても、自分は客だって偉そうな態度取るのはどうかと思うよ、人間的に。うう呆れた。優子さんは自分が通っている病院で私の夫が働いているのを発見。それを見て勘違いしたみたいだけど、とんでもない話だね。当然こんな考えは周りから非難されたよ。最初こそ反省していたけど、こういう人間性の人だからね。今度は逆ギレして病院にクレーム入れ始めたの。うちの旦那はもちろん、受付の化粧が濃いだの、薬がまずいだの、医者が話を聞かないだの、本当に言いがかりレベル。暴れるものだから病院を出禁になったんだよ。すごいよね、病院を出禁になるって。私は見てなかったわけなんだけど、一体どのくらい暴れたんだろう。ちょっと水木さん、お願い、私が悪かったの。え、優子さんだよね。いや違うね、優子さんがそんなこと言うわけないもん。私よ、私。そういう詐欺はお断りです。キー、だから違うんだってば。私困ってるのよ。病院を出禁にされたんだから。というか大暴れまでしておいて出禁にされないわけないでしょう。物が壊れたり誰かが怪我をしたりがなかったからよかったけど、もし病人の方に当たったら大変なことになったよね。わかった、もうわかったの。私反省してるのよ。だからお願い、だから病院に通わせて。は？こうだったら言うわ。私地で肛門科に通ってたの。ああそうなんだ、結構地の人多いもんね。そっか、あの病院には有名な名医がいるんだっけ。
そうなのよ。別に医者なんて全部同じだと思ってたけど、違う病院に行ったらグリグリされてもう痛いのなんの。あの先生は優しく軟膏みたいなのを塗ってくれてたのに。へえ、私も痔になったらその先生に見てもらおっと。私手術する予定だったのよ。じゃあどっか違う病院でやってもらうしかないでしょ。でもいい病院が見つからないの。だから何？だからって、だって私は患者なのよ。いやだから何？そりゃ病院側も基本的には断れないんだろうけど、正当な理由があれば診察を断れるってことになってるんだもの。わけわからん理由で暴れる人なんてそりゃ嫌でしょ。でも私のお尻全部自業自得でしょ。他の先生に見てもらうんだね。いやよ、あの先生がいいのよ。その後結局他の病院で手術を受けたんだけど、その先生がちょっとね、術後の痛みもひどいし何を聞いてもいい加減、それで怒った優子さんまた大騒ぎしてね、もういい加減にしろということで旦那さんは離婚を決意。優子さんは母親の手によって地元に連れて行かれたよ。今も座ると痛みがひどいらしいんだけど、そんな中母親に監視されてちゃんと家業を手伝うことに。ちなみに優子さんは兄と妹がいるんだけど、みんな真面目な人。優子さんだけが突然変異タイプだったみたい。みんなビシバシ優子さんを鍛えているらしいよ。ま、いずれどこかで再手術できるといいね。うちの旦那はというと、今回のことで相当疲れたみたい。医療ソーシャルワーカーっていう仕事だからさ、先生とか看護師さんの愚痴を聞いたり、クレームの窓口になっちゃうこともあるんだよ。だからある程度慣れているんだけど、さすがに暴れる人の対応は大変だよね。すっかり疲れた旦那の上に娘の千秋が乗ってさ、千秋の膝の上ににゃにゃ丸が乗ってるよ。いいなあ、あれ気持ちいいんだよね。私もやってもらおうかな。いや、しばらくは旦那専属にしておこっと。ゆっくり休んで癒されてほしいからね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。